自民党は今日の総務会で裏金問題を受け辞任した安倍派の萩生田政調会長の後任に都会氏、高木国対委員長の後任に浜田靖一氏を充てる人事を正式に決めました。都会氏、浜田氏ともに無派閥で、岸田総理は体制の立て直しを図る考えです。政調会長の職を辞することになりました。私が先列を離れるというのは本当に申し訳ない限りでございます。一方、家宅捜索を受けた二階派に所属する自見万博担当大臣は、派閥に退会届を提出したことを明らかにしました。大臣の辞任は否定しました。